日はマーチの5名での、座談会企画となります。1個は将来的に私が普通っていう概念をなくせる人になりたくて。すげえ、かっこいい。今までいたコミュニティと違う環境にポンって入った時に、その今まで当たり前だと思ってたことが強みかもしれないって気づく。あ、分かる分かる分かる。じゃあぶっちゃけマーチって就活有利かなっていうのを一人一人ちょっと話していってほしいかなと思って、マーチ就活有利だったなって思う人手挙げてください。え、俺だけ1位。私は有利だと思いました。で、なんでかっていうと、やっぱり周りが本当にあの、まあ、総計マーチしか俺は見たことない。あ、そう、インターンに参加する時点でもうマーチ以上の人しかいないってことか。切り落とされるのかなと思ってた。それってつまりまあ大手とかを受けて。いや、もう大手。あ、それこそ金融の大手とかもうほとんどそれだ。へえ、お願いします。選考、はい、進めていく上でもう特にあまり大学運命は関係ないかなって感じています。それはもう国公立の人とか総計の人たちとも平等に渡り合えてるっていう感じですか。そうですね、国立トップの人とか一緒にグルディスとか入ってるとちょっと弱気になっちゃったりとかするんですけど、でも個人的には特に大学とかは関係ないかなって感じます。なるほど。じゃあ、中央の2人はどうかな。私が受けてるところはマーチが低いレベルになっちゃうから、なんか有利に働いてないというか、むしろ不利に働いてるかなっていうふうにはちょっと思った。そっちか。業界とかはどういったところ。私は広告の大手しか受けてなくて。広告の大手。じゃあもうそこは G マーチ上の人たち、もうなんかほぼ総計。ほぼ総計。ほぼ総計。じゃあどうですか。私はあんまり関係ないかなって思いました。でもなんかやっぱ金融とか不動産とか受けてる人の話聞くと、まあ、中大だったらだいたい ES は通るよとか言ってる人もいるんですけど、私が夏に行ったインターンはそんなになんか学歴っていうよりかは、確かに総計は多かったけど、それなりのやっぱりスキルとか発想を持ってるから自然と多くなるだけで、別に大学名そんなに関係ないのかなと思いました。関係ない。名前はベンチャーを結構受けた時に意外と高校率の人がいたかなって。へー、そうで、ベンチャーはそれこそ大学名を全然見てないかなっていう感じはしたから、そのベンチャーのインターン行った時はもう本当に上から下までいた。へー。高校率もいれば聞いたことがあんまないかもっていう大学の人たちもいたかなっていたし、大阪のインターン行った時もすごい全国の人がそういたかな。だからベンチャーは、まあ、あんまりマーチ有利不利関係ないかなっていう気もする。じゃあまとめましょう、はい、特にあんまり今の時代関係ない、不利でも有利でもないので、はい、特に気にせず、では次の話題に移りましょう、はい、はい、じゃあ次にみんなの就活対策方法についてお聞きしていきたいと思います。企業研究ってどういう風にやってるかっていうと、いや、俺はもう YouTube とかでその業界について語ってる人がいる。あー、で広告だったら広告代理店と PR の違いって何、っていうのを語ってる人がいて、でネットで調べても出てくるし、多分企業の会社説明会とか企業の説明の文章だけじゃ分かんないもんね。だから誰かに教えてもらうっていうのが一番分かりやすいです。確かに、そっちの方がスッと頭に入ってくるもんね。そうそうそう、確かに。あと私一つあったのが、なんかニュースとかでその企業の名前出てきたらチェックするようにしてて、外部から見えるその企業の情報とかって、なんか意外とホームページに載ってなかったりするから、そういうのはチェックして、なんか面接とかに使えるようにして。すごい。面接一回でもあるのか。いや、まだ面接受けてないけど、これから本選考受けるときに情報はなるべく持ってるからメモしとく。なるほど。なんか他、企業研究。広告志望の人にはもう宣伝会議の広告本みたいな、なんか毎年毎年出るやつを絶対読んでほしいかもしれない。一社ごとに大体見開き2ページくらいなってて、企業のなんかインタビューとか、企業がどういう会社の規模ですよとかが書いてあるから、そこに書いてある企業全部とりあえず一旦検索して、スプレッドシートとか作って、こう検索した特徴とか全部書き出して、すごい、受けたところはチェックみたいな。すごいわ。感じにしてるか。すごいすごいすごい、やろう。じゃあ次は、まあ、エントリーシートとか面接対策ってどうやってしてますか。私は面接対策と
かはしたことなかったかもしれない。そのなんか ES も書いて親に添削してもらってるから、ね、すげえすごい。で面接は進んできて、あこれやばいなって思った瞬間に先輩のつてで社員さんに話したり、あとそれこそ親と面接してみたりとかした。結局学生同士話しても社会経験がない人と話しても意味ないと思ってて、社会経験ある人とばっか話してるかも。なるほどね。でも結局誰かに見てもらうとかが一番だよね。確かにちょっと違うかも。面接で2年生に面接官やってもらったりっていうのもあって、突拍子もない質問が飛んでくるのよ。何でも返せるメンタルが身についたんかなっていう。あとはそれこそ自分の面接の動画撮って見てみたり、大人の方とか4年生とかと面接していろんな人からフィードバックもらったりっていうのはあったけど、まあ、基本的に場数を踏むっていうのは大事にしたかな。じゃあ次自己分析ってどういう風にやってるかなっていう。じゃあ次こっち2人に聞いてみようかな、はい、自己分析はなんかその企業説明会行った時に社員さんがおすすめしてくれたのが、そのなぜを誤解する、自分に対して何を誤解取ると本当に真の部分まで突き詰められるから、誤解なぜを誤解取ります。面白いそれ。じゃあ自己分析どういうことですか。自己分析はもう小学生の頃からやってきたことをこう思い出すっていうかさ、なんか前モチベーショングラフ作った時にさ、中学校やってきたことは何ですか、中学校やってきたことは何ですか、高校でやってきたことは何ですか、で自分の人生の中からいいとこを全部ピックアップして、で悪いとこは悪いとこでどうやって立ち直ったのかっていうプレゼンできるし、何で喜びを感じるのかとか、何でモチベーションになるのかっていうのは多分仕事の内容とかにもさ当てはまってくると思うし、業界絞るのにも多分確かに、最初の段階でやってもいいし、もう一回やると強みを見つけるのにやってもいいしね。社員訪問ってどうやってやってるか聞きたい。どういうふうにやってるの。でもアプリとかじゃない、うん、アプリとかビズリーチとか、それこそ部活の同期にいろんな人と関わってるっていうやつがいて、いろんな社会人に話を今まで聞いてきてるすごい行動力のある同期がいて、その子にいろいろなんかつて回してもらったりはしたかな。まあ、とにかくやっぱ近くの人にでも頼ってみたら意外とこうポンポンポンと先に広がっていったりするかなっていう気がするね。私ってやってる方法はビズリーチで多大の先輩でもメール送りまくって OB 訪問させて。ビズリーチキャンパスって割と大手の企業しかないイメージが結構あるかな。だからまあ抹茶と併用してっていうのは、確かにベンチャーとかの人もいたりするかな。やらなきゃっていうのはあるんだけど踏み出せない、踏み出せないというか、就活イコールちょっと面倒くさいものっていうのがやっぱ潜在的にあって、やってみたら楽しいんだけど、でもそのパソコン開くまでが腰が重い。課題と一緒やな。そうそうそう。じゃあ第一歩を進むにはどうすればいいですか。まず人に頼る。とにかく誰かに誰かを紹介してくださいとか自己分析手伝ってくださいって言ったら逃げ道がなくなるというか、宣言してる時点でだからもう巻き込んじゃう、とにかく人に頼っちゃうっていうのが一番大事かなっていうのは2つ目、友達とやる。おお、きついこととかやらなきゃいけない課題とかって一人じゃやっぱモチベ上がらないんですよ、うん、だからみんなとやることによってお互い頑張ろうぜ、一緒にやろうぜってなるから。確かに、仲間を見つける。そうそうそう、仲間を見つける。じゃあ今後の就活の意気込みについて一人ずつ。自分のペースを乱さないようにするのと、目的が就活にならないように、自分の将来をどうしていくかっていうのを考えながら就活ちょっと頑張っていきたいなと思います。私は自分のやりたいことを仕事にできるように頑張ります。私は将来の自分が後悔しないように選択したいなと思ってます。はい、私は自分のメンタルが崩れないように、うん、こう最後まで自分の健康、心の健康を保って自分を信じて頑張りたいと思います。私はまあほぼ終わりに近づいているので、まあ、あと残ってる分をもう全力でぶつかっていくっていうのと、まあ、せっかく自分が早めに終わったので、まあ、活かせるか分かんないんですけど、自分の経験が、まあ、みんなに還元できるようにしたいと思うので、まあ、皆さん質問とかバンバンお待ちしてます。じゃあ以上で町田なんか終わります。せーの、じゃあなー。
ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単、概要欄からチェックしてみてね。